30歳超えても格闘技続けてくれないかみたいなことを言ってもらって、まあやることになっちゃうかもしれないですねっていうのは言いましたけどね。あ、いいじゃん。まあまあ分かんないですよ、30まで何があるか分かんないじゃないですか。まあやっちゃうかもしれないですよね。ベルトは正直あんま興味ないんですけど、もう斉藤選手にリベンジしたいっていうとこはマジでありますね。この間の試合で僕がレベルが上がったのを見せたと思うんで、もう一回やったらどうなるのかっていうのを楽しみな人も多いと思うんですよね。今まで以上に頑張ろうかなと思ってるんで、まあもっと強くなっちゃうんじゃないかなと思いますけどね。